サッカーのクラブにはレジェンドという概念があります。長くそのクラブに在籍し、チームに貢献し続けた選手のことです。選手時代を長く過ごしたクラブでレジェンドとして指揮を取る人も多いです。FC バルセロナのペップ・グアルディオラ監督や、レアル・マドリードのジネディーヌ・ジダン監督、現在日本代表の監督を務める森保はじめ監督もサンフレッチェ広島で長くプレーし、その後黄金期を監督として築きました。しかし一方で、愛するクラブの指揮を取り低迷させてしまった人物も多くいます。そこで今回は、選手としてはチームに貢献したものの、その後監督としては成功を収めることができなかった人物について紹介していきます。松波正信。1993年に高卒新人として加入して以降、2005年に現役を引退するまでガンバ大阪一筋でプレーした松波正信氏。 J リーグで長く活躍し、怪我のため辞退したものの、日本代表への招集歴もあるなど実力のある選手でした。晩年はスーパーサブとして起用され、ミスターガンバとしてサポーターから親しまれ、最後は劇的な逆転優勝となったガンバ大阪の初めての J リーグタイトルを置き土産に現役を引退しました。成績自体は通算280試合出場45ゴールと、フォワードとして際立った活躍をしたわけではありませんが、レギュラーとして起用されなくても腐らずに毎試合全力で取り組む姿勢や、ベテランとしてチームをまとめる姿は多くのガンバサポーターに愛されていました。そんな松波氏が初めてガンバ大阪の監督に就任したのは2012年、西野明監督の後任として迎えられたカルロス・セホーン監督の改革がうまくいかず、低迷を極めていたガンバ大阪の監督に就任。しかし流れを変えることはできず、シーズン中盤こそ多少持ち直したものの、最終節でジュビロ磐田に敗れ、クラブ初の J2 降格となってしまいました。しかし、セホーン監督によって完全に崩壊してしまったチームを任されたということもあり、松波氏に全ての責任が向けられることはなく、天皇杯も準優勝と好成績を残していたため、この時点ではそこまで松波氏に責任が向けられることはありませんでした。2度目の就任は2021年5月。同じくガンバ大阪で長年プレーしたレジェンドである宮本恒靖氏の解任に伴い、2度目の監督就任。後任が決まるまでアカデミーダイレクターや強化アカデミー部長と兼任することになりましたが、結局6月1日にトップチームの監督に専念すると正式に発表されました。その後も低迷するチームを立て直すことができず、最下位の横浜 FC に1対3で敗れたり、シーズンで2回も4連敗を喫するなど、最終的には残留を果たしたものの、強豪としてのメンタリティが感じられない戦いぶりはサポーターから大批判を浴び、2021シーズン限りでの退任が決定しました。柱谷哲司。1992年からヴェルディ川崎一筋でプレーし、日本代表としても通算72試合出場を果たした柱谷哲司氏。 J リーグ開幕前年の1992年にはボランチとして初めて年間最優秀選手に選出されるなど、長年チームを支えました。ラモス・ルイや三浦知良、武田信弘や北澤剛など、そうそうたるメンバーを揃えた J リーグ開幕初期のスター軍団をキャプテンとしてまとめ上げ、レジェンドとしてその功績は今でもヴェルディサポーターを中心に語り継がれています。しかし監督としてはヴェルディに貢献することはできませんでした。柱谷氏が指導者としてヴェルディに関わるようになったのは2005年、コーチに就任し、2006年からはラモス・ルイ監督のサポートをしながら2年がかりで J1 復帰を果たしました。そして2008年からはラモスの監督退任に伴い、ヴェルディの監督に就任しました。元々の戦力に加え、元日本代表の福西崇史や土井陽一、横浜 F ・マリノスからは那須大輔、さらにシーズン途中には大黒雅史を獲得するなど、充実した戦力を誇りながらも9月以降連敗を喫し、深刻な得点力不足にあえぎ、終了間際の失点も増え、最終節を前に16位とギリギリの状況でした。そして最終節で川崎フロンターレに敗れたことにより、18チーム中17位と降格が決定し、シーズン終了後に監督を退任することになってしまいました。そしてこの年以降、ヴェルディは J1 に復帰できていません。宮本恒靖。日本代表のキャプテンとして日韓ワールドカップやドイツワールドカップにも出場し、長年日本代表のディフェンスラインを支えた宮本恒靖氏は、ガンバ大阪で長年プレーしました。ガンバ大阪ユース出身の生え抜き選手で、95年にトップチームに昇格すると、センターバックとしてはもちろん、ボランチなどでも起用され、様々なディフェンシブなポジションで活躍しました。
2005年にはチーム創設以降縁のなかった J リーグのタイトル獲得にも大きく貢献し、ピッチ上で号泣する姿は今でもガンバ大阪の歴史に刻まれているシーンの一つです。その後はオーストリアのザルツブルグでプレーした後にヴィッセル神戸へと移籍し、2011年シーズンをもって現役を引退しました。引退後は FIFA マスターを卒業し、日本人の元プロサッカー選手としては初めて合格するなど、指導者としての将来が期待され、2016年にガンバ大阪ユースの監督に就任すると、2017年の7月23日に解任が発表されたレヴィ・クルピ氏の後任としてトップチームの監督についに就任しました。持ち前のコミュニケーション能力を発揮し、一人一人の選手の役割について分かりやすく伝え、それぞれが持ち味を生かしてプレーできる戦術を作り上げ、25節から33節にかけては9連勝を達成するなど、就任10勝3分け4敗の成績を残し、16位のチームを9位まで押し上げました。2020年はリーグ2位、天皇杯準優勝の実績を残すなど、宮本ガンバの将来は大きく期待されていました。しかし2021年は開幕直後から5試合を感染症の蔓延により延期することになり、チームもしばらく活動休止することになるなど、大きくスタートダッシュに失敗しました。その後も一向に復活の兆しが見えず、最終的に開幕から10試合で1勝4分け5敗の18位と低迷し、5月14日ついに解任となってしまいました。不測の事態もありましたし、この成績は宮本監督だけの責任ではないのかもしれませんが、ファンの間では2021シーズンの成績よりも宮本監督に不満を持っているという声があります。それは宮本氏が現役時代長く日本代表やガンバで共にプレーし、日本代表歴代最多出場、J1 最多出場記録を持つガンバのレジェンドである遠藤保仁選手を冷遇したことです。遠藤選手は現在42歳で大ベテランですが、ジュビロ磐田でレギュラーとして活躍しています。確かにアジリティの部分など局面局面でのタフさは衰えが見える部分もありますが、その広い視野から繰り出されるメッセージ性の強いパスや独特のリズム、試合をコントロールする戦術眼の高さなど、日本史上最高の選手といっても過言ではありません。タフさが求められる宮本監督の戦術に遠藤選手は合わなかったのかもしれませんが、途中からの出場だけでなくベンチから外れることも増え、最終的に遠藤選手は期限付きでジュビロに移籍し、翌シーズンには完全移籍してチームを去ってしまいました。先日のガンバ対ジュビロの一戦では遠藤選手にガンバサポーターから惜しみない拍手が送られるなど、未だにサポーターからは愛されており、最後はガンバで引退してほしいと全てのガンバサポーターが思っています。遠藤選手への依存を脱却し、新たなガンバになるために必要な世代交代だったのかもしれませんが、功労者である彼をもう少し気持ちよく送り出すことができなかったのだろうかという声も聞こえてきます。小倉貴文、レフティーモンスターの愛称で親しまれた小倉貴文氏ですが、名古屋の監督としては成功を収めることができませんでした。ちなみにこのレフティーモンスターという愛称はサッカーライターの金子達人氏が小倉氏につけたものであり、その後左利きの注目選手が出てくるたびにこのあだ名が乱用されますが、元祖は小倉氏です。サッカー番組の司会も長年こなすなど、テレビ番組にもよく出演していましたので、あまりサッカーに詳しくない方でも小倉さんの顔は一度は見たことはあるという方も多いのではないでしょうか。怪我の影響もあり、日本代表ではあまり活躍することができませんでしたが、名古屋グランパスでは通算90試合出場21得点、オランダのエクセルシオールでも活躍し、強豪フェイエノールトからオファーを受けるなど、将来の活躍が大きく期待された選手です。怪我の影響もあり、通算試合出場数はそこまで多くありませんし、際立った成績を残せたかと聞かれるとそうでもありませんが、グランパスサポーターの間では小倉氏の雄姿は今でも語り継がれています。しかし監督としては名古屋を低迷させてしまった一人です。2015年6月にグランパスの GM 補佐に就任すると、2016年からは GM 兼監督に就任しましたが、なんと5月4日のファーストステージ第4節で勝利して以来、リーグ戦で17戦未勝利のクラブ史上最悪の記録を作ってしまい、チームは J2 降格圏の16位まで順位を落としました。そして8月23日に成績不振により休業、つまり事実上の解任となりました。結局この年名古屋はクラブ史上初となる J2 降格となってしまい、11月19日に監督の座から退き、 GM も双方合意の上契約解除となってしまいました。今回は現役時代はチームに大きく貢献したものの、引退後監督としてはチームに貢献することのできなかった人たちをご紹介しました。
あなたの中で印象に残っているレジェンドが監督を務めた例は何ですか？ぜひコメントで教えてください。これからもサッカーに関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。